どうも、プレイヤーのミサワリオです。実況相方ミソシルです。マリオパーティ3ミニゲーム集、VS すごく強い COM ゆっくり実況。パート4ではバトルゲームを攻略していくぞ。8種類とミニゲームの数は少ないが、安定して勝てるミニゲームはほとんどないです。癖のあるミニゲームが多いよね。バトルゲームは本来コインをかけて戦う拒否権のない無慈悲なミニゲーム。それで安定して勝てるゲームが少ないの本当に無慈悲なこと。しかし今回はミニゲームモードで賭けコインなし、恐れるものなんてないからサクッとクリアだぜ。完全なる運ゲー。ドキドキプレートめくり。ハズレのクッパは4枚、当たりのキノピオは6枚。順番シャッフルのテレサは2枚。合計12枚のカードを順番にまくる。度がつくほど運ゲーです。最初は私のターンか、最強デュエリストは運命をも操る。1番目はハズレ確率は低く勝ち。ドキドキプレートめくりのルールですが、順番はランダムとなってます。カードの枚数は横の説明欄に書いたので説明は割愛するね。さっきしてたもんね。1番最初はハズレが少ないからリタイアしにくいのですが、ドンキー早速脱落してるの大草原。最初からリタイアなんて相当運が悪いね。そうだね。悪い字は無事脱出と、ところでずっと気になってたんだけどさ、背景のハテナマークあるじゃん。ここの3つのことね。時間表記とかぶせないためなんだろうけど、真ん中のだけ微妙に中央から左にずれてるのが気になって気になって。わからんでもない。さて私の番か、キノピオは残り4枚だが。クッパは3枚とまだ外れの確率のが低い。私はガバ運だからこのゲームプレイ中、ヒヤヒヤが止まらない。けどカードをめくる瞬間は、なぜかとても楽しいんだ。カードのパック開けてる気分だな。角のカードは死亡フラグ。悪い字終了のお知らせ。黄色い2人が残ったな。テレサが一度も見えてないし、デイジーがテレサ引いて試合めちゃくちゃに。本当にありそうだから困る。やばい余計なこと言うんじゃなかった。でも確率的に出ても不思議じゃないし仕方ないね。ここからの嫌なパターンはデイジーのターンになってキノコドロー。順番シャッフルガチャは成功したと。キノピオは残り3枚。ここでぶち抜ければ、勝機はグーンと上がるぜ。これでキノピオクッパが2枚、1枚がテレサ。デイジーが落ちる確率は半々ぐらい。テレサぶち抜かれたら知らん。もうさっさと退場してくれ。必死すぎる。これ以上は私の身が持たないからな。物理的に。ってことで1発クリアしました。え ?1 発クリアです。え ?1 発クリア。反射神経が大事になる。早押しゲート。3つのゲートにそれぞれキャラが入って、指定されたキャラのボタンを押す早押しのゲームだ。これの攻略方法は何かあるの？普通に3体覚えるのはきついから、私は2体だけ覚えることにしてる。A と B のキャラだけ覚えておいて、可能な限り目押しやりやすいよう絞る。最悪両方外しても覚えてないのが最後の卓になるから、覚えるのは2箇所だけでいいぞ。めっちゃ早いなお前。てか COM が遅すぎるぞ今回。COM クソ強ゲーなのにね。COM が弱すぎたのでおまけ。本来はバトルゲームでコインをかけた戦い。しかし何度もトライできるなら、失うものがないならば。うわ嫌な予感がする。友達と一緒にマリパをしたことあるなら、一人ぐらいはこの戦法使ってる奴がいたに違いないだろう。必殺の大爆地。一点狙い超連打。やっぱりな。確率は3分の1と現実的。反射神経バトルを運ゲーにする最悪の手段だぜ。COM 強い時こんなに早いんだ。普通にやってたら負けてたかもなこれ。またしても運ゲー。回れルーレットタワー。回転盤に乗るだけ。あとは運任せ。以上説明終わり。本当にそれぐらいしか説明することない。プレートめくりも運ゲーではありますが、残ってるカードから確率が計算できる。運ゲーではあるけど確率による駆け引きがあるから、名前通りのドキドキがあるんだよね。ルーレットタワーは選んで誰かが脱落するだけ。お祈りぐらいしかやることないのだ。なんで4人いるのに外れ引くんだよ。逆にすごいよワンワン君。外れの場合は再抽選だぞ。私は前からあの黄色を選んだのだ。黄色と黄色で見えにくくなってる。保護色で生存確率高いぞ。そんな仕様は一切ないですわよ。だって選ぶだけだと面白くないだろ。だからこうやってこじつけて運ゲーを楽しむしかないのだ。ちなみに裏では余裕で連敗してます。余計なこと言うんじゃねえ。誰が運ガバの敗北者だって。事実だけどそこまで言ってない。しかしこれ本来はコインかけてるんだぜ。50コインかけでこれ出た時の絶望よ。 COM 強ゲー出るぐらいならまあ提言もあったりなんてやねん。また外れ引いてて草。ワンワン君ルーレット運なさすぎない？平方ルーレットで常に64倍かけてそう。あっこれまずいかも。大草原。まだ勢い残ってたのに吸われるように悪い意地で止まってるの嫌がらせかな。私がこれで負けたら絶対切れる。おいおい前からあの黄色パネルがないではないか。ただ選ぶだけなんですが、みんなは何を基準に色選んだりしてますか？私みたいに前カラーで選ぶ人もいれば、赤は不吉だから選ばないとか、色に理由つけて選ぶ人は多そうだ。ってことで何度かやり直して運ゲークリアとなります。私このゲームの勝率はエグいぐらい低い。パーティーモードの大事な局面で出たら発狂してます。ソースはマリパさん配信。またしても反射神経バトル。ぴったりフラワーパネル。真ん中の絵が出たら早押しだ。天井は10回だから9回めくったら次は正解確定だぞ。例によって例のごとく、COM の反応はむちゃくちゃ早いです。次に正解が見えてるかのような先行入力してくるぞ。速さには村こそあるが遅いことはない。だからこちらもある程度次かな？って予測してもダメでした。
か。低速で確認してもわかる異常な反応速度。1位のデイジーですが、コマ送りで反応速度を調べてみたら、正解が出現して4コマで反応してます。0.10 秒ぐらいってこと？化け物じゃん。ではリベンジ。さっきのは COM 全員強すぎて無理ゲーだったからね。あれぐらい上振れされるとタイム連打でズルしても負けます。ソースは昔の私。 COM もある意味ズルしてるもんだし、こっちも多少ズルしてもええやろ。ちょっと遅いな、もうすぐ天井だぞ。次ぐらいか。よし来たー。予測が的中したな。これでも16コマぐらいの反応だから、ちょっと早い。書いたって普通ぐらい。4コマで反応する COM ってやっぱり化け物だね。奪ってキーマンではなく、奪ってキーダッシュ。扉に書かれた模様の鍵を持って生き残るサバゲー。うわゴリラ、お前なんで同じ扉に来た。持ってた鍵をパンチで奪われてて草。おっとこれは友倒れかな。デイジーが掴んでは落とされてたが、ゴリラが拾うのミスってその隙に逃げ切り、めっちゃギリギリでしたね。ちなみに操作に癖あるので見た目以上に鍵を拾うのミスりやすく、パンチに関しては判定も小さく当てるのクソ難しいぞ。一度奪われてから奪還するのが結構難しいゲームだったり。そしてこれは初期配置ゲーです。対象の鍵が右側にあって不利。悪い字有利だったのに鍵間違える痛恨のガバしてましたね。拾う前に一発殴ってから回収。安全にゴールを目指してクリアです。初期配置の運ゲーあるけど、実力でカバーできる範囲なのでよし。ねえねえどんな気持ち？この構図めっちゃ腹立つ。難易度がむっちゃ高いぞ。かわしてボブル。ボブルに触れたら脱落するので、移動とジャンプで逃げ切ろう。ボブルは3種類の行動パターンがあり、パターンによっては避けるのが簡単、難しい、激ムズ。この輪っか3ボブルは難しい。輪っかが膨らんだり縮んだり、挙動が全く読めないです。なので真ん中でじっとして待機してますが、ごく稀にものすごい縮んで真ん中のキャラ倒しに来ます。行動パターンその2、昨日はくぐり。これはもう簡単です。ぐるぐる逃げるだけです。間違ってもはおくぐり抜けなんてやらないでください。お前が言うな。コインかかってないから遊び心。はい、最後の激ムズパターン十字です。挙動が読めないのに殺意が高いから大体これで脱落するぞ。やり直しです。挑戦6回目。どうしても十字でミスしちゃってますね。あれ動きも早いし予測できないのずるい。開幕から十字ってあまり見ないんだけど、難しいから最初に出にくい設定なのかも、知らんけど。そういえばボブルの行動パターン、3種類あるけど順番とかあるのかな？連続で同じのが出ないってだけで、ランダムだと思うぞい。説明してたらデイジーがゴリラに邪魔されてリタイアしてんの草。さりげなく退場したね。外側にジャンプしてはお抜けるのは怖いので中央待機してるが、パターン変更で迫ってくるから逃げるタイミングはしっかり測ろうね。しれっとゴリラが脱落。てかこれどうやったらミスるの？パターン変更時にボブルが接近してきたらミスる。一度逃げに徹したらミスることないね。てかそろそろ出たわね。十字架の避け方は中央よりジャンプしないした方がいい、いろいろと言われてますが、結局はボブルの挙動次第。最低限対応できるように私は小ジャンプで完成形しながら規則に移動してたり歩いたりしてるね。どれが良いかは好みによる。おいはおくぐるのやめなさい。ミサワリオのマリパはエンターテイメントでなければならない。お調子者なだけでしょ。そろそろタイムアップだ。もしかしたらこれは同率1位になっちゃうかもな。激ムズ十字架が1回しかなかったもん。輪っかさんもそんなに難しくない挙動だったのもあり、悪い意地とともに1位になりましたとさ。パーチモードだったらコイン分散で美味しくないね。雨を求めてドタバタ走れ。雨降りパックン。不規則に動く雨雲を追いかけて、パックンに一番多く水を与えたキャラが勝ちにつながるぞ。時々出現するモグラが結構厄介。雨雲の動きに左右されるとはいえ、実力の範囲でカバーできるゲームだぞ。実力ゲーだね。ところで今私たちが手に持ってるパックン、スマブラのプレイキャラ参戦するなんて、昔の自分が聞いても絶対信じないぞ。もっと言うとここにいるキャラクター、全員参戦してるなん。おい、言葉を慎めよ。デュエルモードの初期お助けキャラに先越された悪いじさんの悪口やめろ。お前が一番ひどいけん。ああ雨が気持ちいいぜ。10日ぶりのシャワーだったぜ。雨をシャワーにするな。毎日風呂に入れ。お前らもたもたするな。早く位置につけ。ここのもたもた好きだけど嫌いじゃないよ。長い時はもっと長いんだよね。もたもタイム。私のパックンを見てくれ。こいつをどう思う？言わないからね。どう思う？すごく大きいです。ぐる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 回せアイくん。15回アイくんの周囲を回ると勝ちだ。アイくんにぶつかると少し動けなくなり、3周目以降に降ってくるボブルは触れると長時間動けなくなるぞ。アイくんは小さくなるから直接ぶつかることは後半少なくなるが、その分ボブルが2個降ってくるのがきつい。ボブルの配置次第ですが、ノーストップで15周回れることもあります。しかしそれは本当に運が良い時。少しでもこれ危ないって思ったら一旦立ち止まるのが賢明です。こことかすごい無茶な抜け方してますが、絶対無理しちゃダメだよ。こんなにぐるぐる回ってたら吐きそう。三半規管がクソ雑魚私、2回転ぐらいで絶対気持ち悪くなる。小ネタですがスイッチ版のアイくん、なぜか画質が悪くぼやけてます。アイくん涙拭けよ。このゲームは1発クリアに成功してます。実力ゲーだから安定して勝てるぜ。
お疲れ様でした。ゲームの数こそ少ないバトルゲームですが、癖も強く一筋縄ではいかないゲームばかりでした。実力ではどうしようもできない運頼みゲームが2種類もあったり、COM の反応速度が異常すぎて理不尽なゲームになる早押し系のゲームが2種類、それ以外の4種類は実力で勝敗が左右されるアクションゲーム系、運から反射神経とジャンルのバランスが良いですね。本来はコインをかけてバトルをするからゲームジャンルがバランス良いのも納得します。バトルゲームが終わったことで次は最後。デュエルゲームのみとなります。デュエルゲームは1対1のタイマン。難しいゲームが多いのにほとんどが実力ゲー。純粋に高難易度なゲームです。次回が最終回です。よかったら最後まで応援してね。